なんと女子大生と高校2年生の男の子という幼馴染コンビ。1周目に挑むはギャグどんぶり。には X 攻撃という秘密攻撃があった。しかしなかなか思うようにはいかなかった。ジュン、もうダメよ、私たちは X 攻撃は無理なんだわ。そんなことないよ、もう一回だけやってみようよ。そうね、もう一回だけやってみようよ。やろうよ、やろうね。どうしてうまくいかないんだろう、やっぱり無理だ。 X 攻撃なんていうあんなすごい技、もうやっぱりできないんだ。ユミ、もうやだ、元気を出しなよ。私たちには歌があるじゃない。歌が、ほら、あの夕日に向かって歌えばきっと X 攻撃だってできるようになるさ。本当ね、じゃあやってみましょう。はい、じゃあ一番薬師丸ひろこ、近藤雅彦さんというのはどうなんですか。こんにちは、薬師丸ひろこですけど、あの、そんなことないわけです。歌なんてもう半年くらい、あ、さようなら、わわかさようなら。伊藤達子さん、ジョー・ミチルさんとの噂はどうなんでしょうか。ジョー・ミチルさんとは真剣に愛し合っていましたのよ。今日はミチルさんのために歌います。あ、それでは歌っていただきましょう。伊藤咲子さんの懐かしの名ヒット曲、青い鳥逃げたの。青い鳥逃げたの、もうあなたにはイルカに乗ってももう泣かないよ。おー、キリした。今回は絶対 X 攻撃ができるわよ。できる、やってみましょう。よし、行くぞ。それそして試合当日、じゃん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 、ピンピン、お願いします。お願いします。勝ち気、ファイト、ファイト、ファイト。勝ち気準備運動に入りました。さあ、いよいよ試合開始。ダダダダラダダダダラ、おっと、勝ち気、変な体勢に入りました。ユミ、ダメよ、EX 攻撃をやるんだよ。ダメよ、あれはまだやっちゃいけないって、ポッチが。ユミ、あたいには時間がないんだ。時間が、テレレレッテッテ。もしかしてジュンは病気のことを知っているんでは。テレレレッテッテ。でもダメよ、いつやんの、いつやんの。ダメよ、ダメよ、ボールが来てる。ダメ、行くぞ。ダメよ、ダメよ。ジュン、ジュン、どうしたの、ジュン。バババババンバ。あたいは骨肉腫なんだ。知ってた。ババババンバ。だから世界選手権に勝って、きっと私の代わりにアメリカにいる母ちゃんに会ってきてほしいんだよ。母さんに？母ちゃん、ジュンを置いていかないで。うん、お前なんか知らないよ、捨てるのさ。ミャ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 ンバババババ。あたいは母ちゃんに捨てられたのさ。ジュン、うっ、どうしたの？骨肉腫が痛い。そんなに骨肉腫が痛むの？知らないです。ジュン、お願い。ユミ、私はもう死ぬけど、最後にこれだけはやっておきたいんだよ。何？ユミ、サインは、サインはどうしたの？サインは、サインは V。 ジュン、わかったわ。この試合に優勝してきっとあなたのお母さんに会ってくるわね。本当？きっと、きっとよ。風に向かい、風に向かい、砂を走り、砂を走り、若い夢を、若い夢を、トス、パ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 ス、光を追いかけて、ジャンプ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 、幸せの旗、胸に抱くまで、サイズ、愛して、お笑い、左右は、
君は男性だろ。ノン。まず一番高いです、はい。まずは初挑戦ですね。何でしたっけね。ギャグどんぶり。はい。なんだか、幼馴染みコンビだそうですけどね。変わったコンビでございましたが。さあどうだ。あり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 。そうですか。でも分かんないから。またね。